さあではサーキットトレーニング午後の部を始めていきます。レイコム総合体育館指導員の前山です。あとお手伝いとしてサブの、津田先生も一緒に動いてくれますのでよろしくお願いします。では、サーキットトレーニングですが、筋力トレーニングと、有酸素運動を交互に組み合わせて、あまり休憩をせずに動き続けてトレーニングを行うものになります。ちょっと強度が高くなりますが、脂肪燃焼効果が期待できますので、頑張って動いていきましょう。休憩をしないということで、もし辛くなったら、ちょっとご自身で休憩を挟んでください。で、呼吸を整えてからまた、入ってきてください。はい。で、マットの上で、立ったり寝転んだりちょっといろいろ姿勢が変わりますのでご自身で動けるスペースを確保しておいてください。はい、では、ウォーミングアップから始めていきます。すべて曲に合わせていきますのでよろしくお願いします。見えますか？では行きましょう。お願いします。では深呼吸していきましょう。胸を広げて、バンザイ。吐きながらダウンです。腰丸めましょう。吸ってアップ。吐いて戻ります。もう一回吸って、胸広げる。吐いてダウンです。ゆっくりと起き上がって戻りましょう。はい、では足も少し開きましょう。バンザイです。右手の手首を持ったら引き吸って吐きながら横へ倒しましょう。体の横側伸ばします。はい、戻りましょう。今度は反対です。左の手首を持って吐きながら横へ倒しましょう。はい、戻りましょう。前に組んでいただいて背中を丸めましょう。おへそを覗き込みます。さあ右左と動きましょう。八の字を描くようにして腰のストレッチです。はい、では真ん中に戻っていただいたら後ろで組んで胸張りましょう。胸の前ストレッチです。はい、結構です。前から後ろへ肩を回しましょう。反対回しです。はい、両手肩の上です。前から後ろ吐いて反対回しです。後ろから前です。はい、結構です。両手胸の前ねじりましょう。吐いて吸って背骨周りの筋肉も動かします。あと1回ずつです。ラスト OK です。では右足を曲げていただいて伸脚内もも伸ばしましょう。反対です。入れ替えましょう。はい、結構です。右足後ろに引いて足前後です。かかとを上げ下げ、後ろの足アキレス腱伸ばしましょう。吸って吐いて、あと2回です。ラスト、はい、動き止めましょう。足首持っていただいたらキープです。バランス取りましょう。はい、足入れ替えましょう。後ろの足かかとをアップダウンです。吸って吐いて、アキレス腱伸ばしますよ。上半身も動かしましょう。あと2回ラスト、はい、動きを止めたら足首を持ちましょう。バランスです。はい、結構です。足をプラプラと振っていただいて、はい、じゃあ首を回しましょう。反対回して、もう一回ずついきましょう。ラスト、はい、結
功です。ではウォーミングアップはここまでです。次はメインの動きに入っていきます。ちょっとだけ8個トレーニングが出てきますから少しだけご紹介します。まず1つ目はもも上げです。大きく歩くようにしていきますね。さあでは次は足を肩幅に開いてスクワットです。スクワット、お尻と太もも意識です。できる方は手をバンザイしながら行きましょう。いいですか。さあ3つ目はバービージャンプです。手をついて足後ろ前に戻して上で立つ。この時ジャンプするしないはご自身で決めてください。手をついて後ろ戻って立つです。いいですか。さあ次4つ目です。横に寝転びます。はい、両足伸ばして肘をついたら反対の手は上、このままお尻を上げる下げる。下げた時はマットにつけずにいきましょう。これを右も左もやっていきます。皆さんはくるっと反転していただいたら結構ですからね。 OK ですか。脇腹持ち上げてください。さあそのまま今度はうつ伏せになっていただいて5つ目5個目ですね、体幹のトレーニングになってきます。お尻の位置上がったり下がったりせずにまっすぐ頭から足までまっすぐ一直線です。さあ6つ目、お尻のトレーニングになります。四つん這いのまんま足を伸ばしてこのまま上にキック、キックです。お尻の一番膨らみが大きいところを意識しながら上げ下げ。さあこの次は同じ足で足を曲げた状態が横に上げていきます。横、そうです。この時はこっちで、ね、お尻の横側が鍛えられます。さあこれ右左同じようにやっていきますね。さあ7個目寝転んでスイミングといって背筋のトレーニングになります。右左反対の手と足を上げ下げです。いいですか。目線は床を見ていただいたらいいですよ。腰痛い方は無理しないでください。さあ最後は二の腕トレーニングです。腕立て伏せの要領ですが肘を脇を締めて肘を後ろに引いていきます。津田先生がやってるような形、床でやる方はどう。もし辛ければ椅子使っていただいて結構です。椅子や机で少し膝を後ろに引いてこのまま脇を締めながら上体を倒していきます。こうすると二の腕に効いてきますのでご自身でレベル決めてくださいね。もちろん床でやっていただいてもいいですからね。さあではこの8個のトレーニングを2セット繰り返していきます。呼吸を忘れずに動き続けましょう。さあではいいですか。準備していただいて頑張りましょう。動いていきます。では音楽スタートです。まずは最初もも上げからいきますよ。はい、いきましょう。頑張ります。もも上げアップアップ、お腹力入れておきましょう。その場足踏みです。1 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 1
もう少し。じゃあ足肩幅に開きましょう。キックアウト。1、2、アップ。で、吐いて。太ももお尻意識です。体の下でバウンスです。1、2、1、2。しっかり意識しましょう。キープです。吐いて。Thank you.
OK、横に寝転びましょう。サイドプランク、お尻を上げて、アップ、ダウン、アップ、ダウン、ツー。ワンカウントで早くです。1、2、3、4、しっかり上げる。反対行きましょう。アップ、ダウン、アップ、ダウン、ツー。早く、せーの、アップ。4、5、6、反対です。アップ、
むせ、体幹です。足を引き寄せます。頑張ってキープです。早く引き寄せて、1、2、3、4、息吐いて、もう少し、あと4つ。お尻のトレーニングです。アップ、お尻で持ち上げましょう。膝曲げて横です。4、3、足入れ替えましょう。上で小さくキックです。キック、膝曲げて上、4、3、寝転んでスイープ、アップ、ダウン、背中意識しましょう。ここで呼吸整えます。有酸素運動です。頭の端、しっかり持ち上げれる方は持ち上げましょう。呼吸整えて、あと1回ずつ。さあ、二の腕のトレーニングです。巻き締めて、早くいけそうな方は2パート1、2、アップ。ゆっくりでもいいですよ。これがラストのトレーニングです。まだまだ巻き締めて、肘後ろです。あと4、4、3、2、ラスト。OK、 お尻後ろです。あなたの腕の力抜きましょう。さあ、呼吸整えましょう。きついね。きついでしょ。最後のこれが追い込んでます。腹が浮かばれますね。持田部です。はい、じゃあ足を止めていただいて、下から深呼吸、吸って吐きます。はい、ラスト、吸って吐きましょう。はい、結構です。さあ、お水、汗拭きましょう。しっかり飲みましょうね。やばい。さあ、動けましたか？動けた方、いいねください。できましたか？皆さんの様子がビデオで見れると、私もしっかり追い込ませていただきますが、ご自身で追い込めましたか？ありがとうございます。さあ、では、クールダウンをしてしっかりと伸ばしましょう。はい、じゃあ準備をしてください。はい、じゃあ右足を後ろに引きましょう。息吸って吐きながら前に体重乗せます。後ろの足、アキレス腱伸ばしますね。さあ、左手横に持ってきたら下から支えましょう。肩のストレッチ。はい、手をほどいたら後ろの足、かかと上げたらお尻前です。下へ下がりましょう。太ももの前をストレッチです。さあ、右手を上げて息を吸って吐きながら横へ倒しましょう。脇腹伸ばします。はい、下へダウンです。両足床へついて息吸って吐きながらお尻を後ろへ突き出しましょう。左足、ももの裏、ストレッチです。はい、両足を揃えてゆっくりと起き上がりましょう。はい、両足を入れ替えます。左足を後ろです。息吸って吐きながら前に体重を乗せましょう。さあ、上半身、左で横、下から肘を抱えて肩のストレッチです。はい、ほどいたら後ろの足、かかとを持ち上げてお尻前、下へダウン。太もも前伸ばします。さあ、左手上げていただいて吐きながら横へ倒しましょう。
何したいの？両足ついたら息吸って吐きながらお尻を後ろへ突き出しましょう。はい、OK です。両足を添えてゆっくり起き上がりましょう。はい、両足を軽く開いたら前で組みます。背中のストレッチ、おへそのぞき込みましょう。はい、ほどいて今度は後ろで組んで胸を張ります。斜め上向きましょう。はい、ほどきましょう。肩を前から後ろ、吸って吐いて、はい、逆回し、後ろから前、ラスト。はい、では頭を右へ倒しましょう。首の横ストレッチです。はい、戻って反対です。はい、真下を向いたらぐるっと回しましょう。反対です。もう一回ずつどうぞ。ラストです。はい、結果です。両足を閉じていただいて肩をぎゅーっと持ち上げます。息を吐いてストンと落としましょう。もう一回肩を持ち上げて息吐いてストンと落とします。さあ、では深呼吸で下から吸って吐きましょう。もう一度吸って吐きます。ラストをたっぷり吸って吐きましょう。はい、お疲れ様です。バッチリです。しっかり動けましたか？お昼ご飯消化されますかね、これで。さあ、ではたっぷりと汗をかいたと思いますので、水分補給をしっかり行っておいてください。はい、次3時から機能改善エクササイズを行います。骨盤周りを動かしていきますので、はい、ゆったりとストレッチやエクササイズをしていただいてからお昼寝をどうぞ。はい、では、今日のサーキットトレーニングは以上となります。またお家でもよかったらやってみてください。ではまた次は3時にお会いしましょう。ありがとうございました。